その難度というのは格差があるということが、まあ、何かこう障害になっていることまで、例えばいじめっていうものに繋がったりするとかって話も聞いたことがあるので、俺の方がいい難度テルなのかどうかわかんないですけど、子供同士でやるのかわかんないですけどね、なんか親同士で見える張り合いもあるかもしれないですけど、まあ、ランドセル一つとってもこう いろんな考え方があるんだなと思いましたね。トレンドレッド、今朝は茨城県日立市のランドセル支援制度を取り上げました。左方向です。しばらく道なりです。
どういうものだったのかを知っていただきます。はい、中心に織り込まれた阪急電鉄の中づり広告はですね、阪急と企業ブランドを手掛けるパラドックスがコラボした企画で、使用者通りに。